宗教人類学は宗教団体とその他の社会組織との関係や文化という側面から宗教信仰や宗教行為について比較研究する学問である。11世紀初頭にアブ・ライハーン・ビールーニーは中東や地中海地域、そしてとりわけインドアタイ軸における詳細な文化、宗教人類学的比較研究を行った。ビールーニーの研究は彼が 研究対象とする国々と深い関係を持つことによって達成されたものである。ビールニーは研究対象地域の人々や監修、そしてインドは大陸の諸宗教についての膨大な調査を行い、比較宗教学や宗教人類学の先駆者と言われている。アーサー・ジェフリーはこれほど客観的かつ差別的な先入観のない他宗教についての言説。 最適な調査対象を選んだ上での真剣な研究に対する取り組み、そして厳格かつ公平な研究を積み重ねるという方法は近代以前では稀なことであると述べている。B. ルーニーは彼の言説に対する信仰者からの批判は覚悟していたし、学者は厳密な科学的方法に基づくべきだという考えを持っていた。ウィリアム・モンゴメリー・ワットによればールーニーは 事実を書き記すことにおいて尊敬すべきほど客観的で偏見がないが彼は自分の見解を明確に表してはいないように見えるものの人々の宗教経験にある一定の統一性があることを証明するために事実を選び出しているとしている。B. ルーニーの異文化比較研究はイスラム世界から14世紀のイブンハルドゥンの研究に引き継がれた。1841年に ルートビヒ・フォイエルバッハによって、すべての宗教はそれを崇拝する人間のコミュニティにより創造されるという人類学の理論を初めて提示された。1912年、エミール・デュル・ケームは、フォイエルバッハの理論の上に、宗教は、社会における社会的価値の投影、社会についての象徴的な言説を作る手段、社会秩序についての言説を作る、象徴的言語であると考えた。 つまり、宗教は、社会自体を崇拝するものであるということである。19世紀に入ると、文化人類学の関心は、文化的進化に集中する。多くの人類学者が、原始的と近代的な宗教の間に、単純な区分けがあると仮定し、どのようにして前者が、後者に発展したのかという説明をしようとした。20世紀、多くの人類学者は、このアプローチを否定している。 今日の宗教人類学は、マックス・ウェーバー、エミール・デュル・ケーム、ジークムント・フロイト、そしてカール・マルクスなどの理論に影響を受けたり、それに基づいた研究がなされている。これらの研究は、宗教信仰と行為がいかに政治的あるいは経済的な力を反映しているのか、あるいは宗教信仰や行為の社会的機能について特に注目している。ありがとうございます。